2014年最初のゴルファーズクラブフロント9収録5期です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに年明けちゃいましたね。ですね。2014年どういう年にしたいですかっていう普通の振りから入ります。新年1回目はこれ真面目に答えちゃっていいんですよね。それはね、和田さんに全て委ねます。どっちのボール投げても OK です。で、真面目にいきますと、はいはい、今年は国内ツアーを男子女子ともに見に行きたいなと思っています。ツアー会場ね。そうなんです。まだ1回も見に行ったことがないんですよ。あ、そう。ずっとテレビ観戦だったので、うん、臨場感とか味わいたいのと勝手に思ってます。楽しいよ、ツアー会場。やっぱりいいですか？いい。どういうところがいいですか？まずね、ライブで見る選手の打球音とインパクト音、すごい音するの。バキーンつって、ね、また球がシューッつって効果音つけたみたいな音して、まあ飛んでく飛んでく。威力が違うんですね。全然違います、ライブだと。ちなみにカイドウさんは打った時の音はどんな感じですか？僕はね、パキュンヒュートンみたいな。で、トッププロはバキュンピシューッつって、スタッフの谷川さんの背中ぐらいまで打球が落ちる。この落下点の違い、興奮だ。トッププロはすごいの。それでもなんか自分が見たらちょっと自信喪失しそうですね。だから参考にするっていうよりは、いや、プロってすごいんだなっていうショーとして見るのがいいかもしれないですね。だから男性よく言うのは、男性は男子プロよりも女子プロの技術を参考にするといいですよっていうのは、多分その辺なのかもしれないですよね。あ、それはなんでですか？ヘッドスピードとか飛距離が女子プロと一般の男性アマチュアがちょうど同じぐらいなんですよ。やっぱり男子プロは飛びすぎてもう真似できない。どれぐらい飛ぶんですか？ね、フェアウェイに置こうと思って押さえに行って280から300ぐらい皆さん飛ぶんですよ。なのでロングホールで一発2オン狙おうと思ったら、はい、今340飛ぶ選手います。恐ろしいですね。もうミンゴルですよ、完全に。世界的には。それぐらいすごいです。そうですか。やっぱりそういう刺激を受けに行かないといけないですね、一回は。あんと今特に男子はイケメン選手増えてますよ。イケメンが大事ですね。イケメンという要素は結構素敵な殿方いますよ。でもそんな殿方がいたところでアピールなんてできないんですか？結構奥手だから。いやいやいや、何をおっしゃいます。もう何かビームがいろんなところでも選手たちって結構ついてくれてるギャラリーのこと見てるらしいですから。へー。多分ティーショットで待ってる時とか、はい、キャディーさんと、ゴルファーズクラブの和田なんか来てんぞ、あれ和田さんじゃねみたいな。選手すっごい気づきますよ。本当ですか？そういう場合何かやっぱりした方がいいんですか？まあこういったプロットでも自家製で作って、はい、ファイト場合和田並か。なんか古くないですか、やり方が。ちょっと昭和の香りした、やっぱり。すごいアナログだった。せめてうちわにしよう。これね、ジャニーズうちわ的なやつね。こういう、いいんじゃないですか、こう。アピール。ちなみにカイドウさんは、目標は何かありますか？僕なんですかね。とりあえずは、暴飲暴食を避ける。こんなに痩せてるのに？いや。結構ね、見えないとこにね、お金のかかった脂肪がついてるんですよ。あららら、これアップにできないですね。これもうね、完全これです。もう見せられない。雑ですね、モザイクでしょ。しかもモザイクも古いでしょ。今もこんなモザイクないからね。そうなんですよ。ちょっとね、年末に人間ドックを受けましてですね、お、私若干尿酸値が高いです。危ない。糖尿病とかになっちゃうんじゃないですか？痛風とか、ね、そう、痛風の予備予備軍ぐらいに入ってます今。なんでですか？お酒飲みますか？結構ビール飲むんですよね。ああ、 それですね、原因は。プリン体多いもの好きだし、揚げ物好きでしょ。まあもう右肩上がりでぐんぐん尿酸値が上がる上がる。いい意味じゃないですね。もう
アベノミクスかカイドウの尿酸値かぐらいの株価上昇率の右肩上がりのラインですよ。でもカイドウさんお料理されるじゃないですか。そうですね、結構ヘルシーな料理作られるんじゃないですか。それがね、自分で作るとやっぱり自分の好きなものしか作らないっていう弊害がまさか、まあ揚げる揚げるごま油タプタプ入れて炒める炒めるそれじゃダメですね。まあ乳酸値が 7.5 ぐらいにはなっちゃいますよね。あ、まあ、見た感じそう見えないんでね。多分ね、内臓脂肪は多分多いタイプなんですよ。表面脂肪じゃなくて内側ね、インサイド。じゃあまあゴルフをして燃焼するっていうのが一番いいんじゃないですか。まあ、それが一番いいかもしれないですね。あの、正しくゴルフして歩いて運動で余分な脂肪分をエネルギーとして燃やしていくっていうね、あの絶食したりとかそういうんじゃなくてね、そうですね、やっぱり3食きちんと食べないといけないですからね。そうなんですよね、食べて痩せるというのが基本ですからね。ちなみにゴルフの目標は何かありますか。ゴルフの目標はですね、あの年明けに新しいアイアンを購入させていただきましたので、はい、まあそれ打つのがもう楽しみで楽しみで。どういうアイアンなんですか。あのですね、はい、某日本の匠がウィーンつってこうウィーンつって一個一個手作りしてくれた素敵なアイアンで、今そのアイアンを、はい、リビングのテレビの横くらいに置いて、たまにお酒飲みながらアイアンを見てますあ、すごい鏡面仕上げって綺麗だなっていう、あ、そのトッププレードの薄さ、あ、それが好きっていうまるで彼女を見ている感じですね。いやー、なので完全に今マイアイアンと一緒に飲んでる感じです飲み友達飲み友達もう本当に、それもう使いこなしてるんですか。いや、まだまだね、買ったばっかりなのでちょっと調整したりとかしながら、はいはい、これからちょっと春の4月のシーズンインに向けてっていう感じ、うん、そうですか。ちなみに和田さんは今年ゴルフの目標。ゴルフの目標はグリーン周りがどうしてもうまくいかなくって、あ、スコアに直結するとこね。私多分なんか下手なくせに強気なんですよ。いつも強気の和田さんが見てみたいなんでいつもカップの横をズワーンっていっちゃってアプローチとかガッツンみたいなそうです良くないんですけどね。いや、男前かっこいいね女性ってヤーンっつって手前チョロチョロって言うんだけど、はい、和田さんはウシャーってブーって言っちゃって良くないです。本当にどうしましょう。いや、このルックスとのギャップ最高ですよ常にグリーン周りチップイン狙いみたいな、強めにガツンみたいなせっかくオンしたのに通り過ぎるいやーって言いたくなってきます。いや、完全にもう特急ぐらいの感じですね。各駅停車じゃないのでカップ跳ねますか、ピョンどんだけ強いんだよっていいね、ガッツある感じ、はい、今年はあのぜひゴルファーズクラブの中でもガッツある和田さんのプレーもお見せできればなと思っております。見逃しなく、はい、要チェックです